皆さんこんにちは、松村美恵です。今日は私がある時、あるフラメンコの歌を聞いて、ものすごいノスタルジーに襲われて、そして頭の中に除夜の鐘が聞こえてきたっていう話をしたいと思います。スペインの音楽に関して、驚いたことっていうのをお話ししようと思って考えてたんですね。でも私もう15年以上住んでるので、 昔驚いてももう忘れちゃったとかもうそれに昔驚いてたけど慣れてしまったとかいうことが結構あってでもう忘れっぽいので一生懸命考えたんですねその時に思い出したのが今日の話です私はクラシックの勉強ずっとしてたのでフラメンコのことは全然知らなくてでスペインに来てからフラメンコのショーとかを見に行って知るようになったんですけれどある時 セビリアのセントラルシアターでのショーの時のことですそのマルティネーテっていう曲があるんですねその曲になった時の話ですある男性の歌い手一人で一人だけの歌とあとジュンケっていう金属をゴーンゴーンって合いの手で入れる歌なんですねというのもこのマルティネーテっていうのはヒタの起源の曲で で彼らの苦しかった蛇のことを歌っている歌詞が多いので悲劇の歌ですよねで彼らが鉄を打つ仕事をしていたのでその時の鉄をゴンゴンと打つ合いの手のように入れるのが入っている純家と歌の曲なんですねそれを聞いていてもうね初めて聞いたと思うんですけどその「マルティネテ」っていうのは私の記憶ではその日が。 聞いてたら、なんか自分の細胞がすべてビリ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 ってきて、すっごいノスタルジーに襲われたんですよ。でもうなんか座っていられないって、座ってるから座ってられるんですけど、もう宇宙の中に放り出されたような気持ちがして、でそのうちにそのゴンゴンって純家の音と、除夜の鐘が私の中で重なって聞こえてきたんですね。 で、NHK の毎年年末に最後に、行く年来る年っていう番組がありましたよねで。私はあれを子供の時に見ていたので記憶してるんですけれど、ああいう感じでお坊さんが、仏教のお坊さんが、お経となりながら、あと、その除夜の鐘の鉄の音ですね、鐘の音が、と重なって聞こえてきて、もう初めてし聞いたはずのこのマルティネッテっていう曲が、 私はこの曲をもうすでに昔から知ってると思ったんです。もうなんか自分のカルチャーの自分の文化の一部の音楽を聴いてるっていう感じがして、すっごいノスタルジーに襲われたんですね。もう泣きたくなる感じ。で、その時に、あとでも、その日他のショーがどうだったのか全然覚えてないんですけど、そのマルティネテのことだけ。 記憶にあってでこの懐かしさは仏教からでその北のインドの北の方からやってきた西に西にとやってきたヒタノがこのアンダルシアに行き着いてここの元からあった音楽とその道のりで見つけた音楽とを混ぜて作ったそのヒタノの音楽とインドの仏教が 東に東にといってとうとう日本に伝わって仏教って本当んと女アの鐘って日本全国でありますよねみんな知らない人はいないっていうぐらい絶対聞く鐘でも本当に日本の文化の一部になっているこれが私の中にあってここで共鳴したんだと思ったらすごく不思議な気がしてああそうなんだと思ってもう忘れられない。 体験だったと思いますで是非このマルティネテっていうのを皆さんに聞いていただきたいんですねでこれ見てくださってる方はいろんな国籍の人がいるのでそのあなたがどう思ってるのかまたコメントに書いてくださったらなと思いますあの例えばフランス人がこれ聞いても別にノスタルジーなんか知らないよってことになると思うのでよりアジアの国の人はノスタルジーを感じることがありえるのかなと思いますで もうコロナなのでちょっと知り合いに歌ってもらって動画を作って今から載せるとかできないので下にリンクを貼るので皆さんお手数ですけどクリックして見てくださいで3分も満たない短いものなのでそのひたの期限のとても基本の重要な歌なのでまあ知っておくと知識として悪くないかと思います で、これを歌ってるのはヘレス出身のホセメルセという歌い手さんで、今ももちろん元気で活躍してらっしゃる方で、彼とそのン家の音とが聞こえてきます。というわけで、今日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。